どうもランチャレルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ本日はですね、待ちに待った UR 確定特急券令がログインボーナスでもらえる日ということになってるんですね。僕ももうゲットいたしました。で、もうこの動画を見てくださってる方はですね、おそらくこの確定券引いてですね、この6人の武将のうちの誰かはねゲットされたんじゃないかなと思うんですけども、格下がね、外れ扱いされてるのがね、本当にかわいそうですよね。もうツイッターなんかでもどうせ閣下なんでしょうとか、閣下引くなとかね、閣下だけはやめてくれみたいな内容も見ました。軍茶でもそのような内容が書き込まれておりました。もうこれ2枚連続閣下やったら引退案件ですよみたいなことまでね、書かれてる方もいらっしゃったんですよね。いや、わかります。僕もね、閣下だけは引いてくれるなと思っております。ギのね、僕ギーファンなんですけど、閣下好きなんですよね。エピソードもですね、なんか10勝10敗論のエピソードとか、あとなんか破天荒な生き方とかね、ちょっと素行が悪かったけど頭はめちゃめちゃ良かったと。で、なんか曹操に最も愛された武将の一人でね、で、早死にしてるっていうのもロマンがありますよね。この三国志の中でイフストーリーってたくさんあるんじゃないですか。もしこの武将がどうだったらみたいなね、もしこの時こういう選択をしていたらっていうので分岐点がいっぱいあると思うんですけど、その中でね、僕が一番気になるのがですね、もし閣下が早死にしなければっていうのがですね、一番気になるんですよね。おそらく僕、閣下が早死にせんかったら三国志っていうの自体ですね、できんかったんじゃないかなと思うんですよね。魏が早々にもう天下を統一してたんじゃないかなって思うぐらいなんですけどもね。ということでですね、この閣下非常に好きなんですけども、このゲームではですね、不遇な扱いということになっております。閣下自身もですね、天国でびっくりしてると思いますね。え、僕なんかが UR でいいんですかと思ってリリースされたはいいが、能力が微妙すぎるというね、本当にかわいそうです。でですね、今回はなんとか閣下をですね、使う方法はないのかということで、一応ですね、見直し見ようということで動画を作っていきたいと思うんですけども、はい、まず閣下このようになっております。テンプは1000ということで、一応 UR は1100と1000があることになってるんですけども、まあその中で言うと低い方ということになってるので、まあ弱いのは致し方ないかなと思うんですけども、結局テンプの差って言うたらですね、このスペックですね、この統率とか武力とかの数字に大きく影響するものだろうと僕は思ってるので、戦法がね、良ければ、テンプ戦でも十分使えるわけなんですよ。劉備なんかだったらですね、テンプ戦ですけども、おそらく UR の中で一番当たりと言われてる部類なんじゃないかなと思うんですけどね。ただですね、閣下はね、そうはいかないんですよね。見てみましょう。魏の歩兵ということになってるんですけども、戦法がですね、奇策妙計とあります。自身の弱化効果を3つ打ち消す。さらに対象の強化効果を3つ打ち消し、400% のダメージを与えるということになってます。で、発動間隔が25秒で、敵単体に与えるということになっております。で、弱化解除に関しても、強化解除に関しても、ダメージに関しても、全部敵単体ということになってるので、もうこのあたりで残念ですよね。だってこう単体だったらですね、弱化効果を3つ打ち消すっていうのはまあ自分のことなんであれなんですけど、対象の、強化効果を3つ打ち消したって、強化効果、つまりバフがかかっとるとは限らんじゃないですか。なんで、仮に3部隊に対して強化効果を打ち消すっていう効果だったとしてもですね、実質それが綺麗に全員に、まあ言った効果があるかっていうのはわからないわけなんで、ここがね、あの敵単体っていうのはあまりにもひどいんじゃないかなと思うわけなんですね。で、400% の攻撃とありますが、これ一見すると数字高いように見えますけど、例えばこちら周瑜なんか同じ知力武将ということになってますけど、こちらの新加減という戦法はですね、自身1部隊の知力と対物特攻を 100% 上昇させた上に、対象を含む敵3部隊に 300% の攻撃、さらに、火傷を付与ということになってます。なんでこれ実質 600% の攻撃ということになるんですよ。それが、敵3部隊ということになってるので、これ合計すると 1800% ということになるんですね。かたや閣下は 400%。こんな差別みたいな扱いありますかね。ちょっとかわいそうすぎるなっていうところなんですね。で、それでもですね、まだなんとかかんとか使ってた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、核の登場でですね、完全にこの核化がですね、使えなくなってしまったというか、むしろ戦法を打ってしまうと、
困るみたいなね、邪魔な存在になってしまうというね、本当に何の恨みがあってこんなことするんやと思うんですけども、っていうのがですね、これ、対象の強化効果を3つ打ち消すとありますよね。なんでバフを消しちゃうっていうことなんですけども、核の戦法がですね、あれ？あ、核出ないんかこれ。あ、そうなんですね。最新のは出ないということなんですか。なんでこちらは超飛と核は出ないんですね。僕ちょっと知りませんでした、大変失礼しました。で、この核の戦法がですね、対象を含む敵3部隊の能力強化効果を3つ反転ということになってるんで、バフがデバフに変わるんですよね。なんでバフがかかってればかかってるほどデバフの数字がでかくなるということになるので、核化がですねバフを打ち消してしまうと、この核の反転が全く生きてこないということになってるんですね。で、この核の反転に関しては敵3部隊に与えるということになってるので、対象数という面で見てもですね、核化より上回ってるっていうことなんですね。で、効果ももちろん核消すより反転した方がでかいので、言うたら核化が勝ってるところなんか何一つないっていうことになってしまうんですよね。なんで核化の戦法を打たれたら邪魔っていうことになるんで、その核と一緒に使うときはですね、首相はおるか副将にも入れにくい武将ということになってしまうんですね。っていうことを考えると、その自身の弱化効果を打ち消すだけっていうことに、まあ、なってしまいかねないような戦法なんですよね。これは SSR テンプ900の諸葛亮に通ずるひどさがあるんじゃないかなと思うんですよね。で、弱化効果を3つ打ち消すと言うてもですね、デバフをかけられる環境っていうのがですね、ちょっと少ないと思いませんか。僕自身もデバフ部隊ってあんま組んでないんですよね。中トンに力を入れているにもかかわらず、どっちかって言ったらハイダメージの方を優先してるっていうことなんで、あまりこのありがたいと思えないんですよね、この弱化効果を打ち消すっていうのがね。これもですね、言うたらですね、これ全部単体攻撃ですけども、これね、情報修正で全部を敵3部隊とかにしたり、味方3部隊とかにしたとしても使われないレベルやと思うんですよね。なんでそれぐらいはいじってもいいんじゃないかなと思うんですよね。下方修正になるとやっぱりその返金問題とか出てくるので、おそらく運営さんはやらないと思うんですよね。なんで核化が弱いから他を下方修正っていうことはしないと思うんで、だったら核化を情報修正してあげてようと思うわけなんですね。で、さっきお伝えした通りですね、首相と副相では使いにくいということになれば、じゃあ補佐で使えばどうやという話になってくるんですけども、一応ですね、このスペック知力なんか1000オーバー叩き出すので高いんは高いんですよね。なんで知力部隊なんかの補佐に入れれば使えるんじゃないかというところなんですけど、まずですね、この数字っていうのが UR を星7にしたことを前提とした数字ということになってるわけなんですね。 UR を星7にできてる人間って、この言うたら何万人もやってますけどね、このゲーム一体何人いるのっていうレベルやと思うんですよ。ほとんどいないと思うんですね。多分1000人もいないんじゃないでしょうか。で、さらに核化を星7にしてる人って言ったら本当に限られてくると思うんですよね。で、実際じゃあ星何ぐらいまで上げれば SSR に引けを取らないスペックになるかというとですね、星1にしてですね、その乾燥させたとしても多分 SSR テンプ850の星7にも到達しないと思うんですよね。なんで UR をスペックだけで使おうと思って、しかもテンプ900なんかに引けを取らないようにしようと思ったら、星3とか星4ぐらいまでにはしとかんかったら、結局 SSR テンプ900の方がええやんっていうことになってしまうんですよね。で、そこまで重ねるっていうのが至難の技なんで、結局はですね、SSR でええやんという話になってしまうわけなんですね。で、余震は、じゃあ、星4とか星5にできましたと。だったら補佐に入れれるんかっていうところなんですけど、今度技能が邪魔してくるわけなんですね。こちら、飛型とありますが、これ、部隊の知力 3%、戦法速度 2% 上昇。これは問題ないというか、いいと思うんですよね。ただ、このサクシーに関しては、自身が首相の際にという技能になってるので、首相副将にですね、まあ、はめることがないということなんで、これ効果を発揮しない技能ということになってるんですね。で、この石膏に関しては内政ですし、この気力に関しては、まあ、知力が上がるんですけど、この気力はですね、
結局のところ星7にしないと解放されないんですよね。なんで星5ぐらいで使うってなったらですね、この気力は発動しないということなんですよ。なんで2つ発動する戦法のうちの1つは死に戦法っていうことになってるんです。すいません、技能ですね。片方が死に技能っていうことになってるんで、そういった面でも若干使いにくいかなというところなんですね。なんで内政でこの石膏に任命するっていうことぐらいですかね、使えるところって言ったらね。だそんなためにね UR 使いたくないんで、だったらもう来てくれるなと、他が当たってくれた方がええわっていう気持ちになるのは分かりますよね。で僕こうやって改めて見てですね、何かしら使えるところはないかということを考えてみたんですけども、ちょっと厳しいですよね。もう本当にあの全ての UR を星7にするんやみたいな方が補佐で使うんだったら問題ないくらいのですね、非常に使う難易度が高い武将ということですね。なんとか救いたいと突破口を探してみたんですけども、ちょっと僕の頭では見当たらなかったということなんですね。なんでこんな UR 作ったんやって思いますけどね。いや今すぐにでも見直してほしいですけどね、運営さんね、ちょっと考えてもらえたらなと思います。さあもうこんぐらいで前振りはいいでしょうかね。いやー振りが長くなりましたが、そしたらですね、まだ僕この、UR 確定特急権令引いてませんので、今から引いていきたいかなと思います。で理想としてはですね、各課と周囲は引いてくれるなと思ってます。でなぜ周囲は引いてくれるなと思ってるかと言いますと、もう星3までしてるので1枚周囲を引いたところで、ランクアップができないんですよね、小生ランクのね。なんで、まあ、2回引く機会があるのでね、両方で周囲を引いてくれりゃ、まあ、救われるんですけど、片方しか引けんかったっていうことになったら、まあ、はっきり言って外れに近いんですよね。で将来的にこの特急権で UR 確定みたいなのが出るかどうかも分かりませんので、周囲が来たら外れだなと。ただそれでもまあ各課よりは将来に対しての先行投資になるかなということで、もう各課だけは来んなよということですね。もう趣味で武将を集めるほどですね、僕もその資金が豊富ではないので、やっぱり出るんであれば使える武将が出てほしいということでね、各課は出るな、周囲もなるべく出るなというところですね。理想としては趙雲か劉備がいいなと思っておりますけどね。そしたら回していきましょう。緊張しますね。誰が出るんでしょう。はい、行きましょう。うわーめっちゃドキドキするわ。誰や、竜からの、はい、まあ確定ですわね。演出も確定です。さあ誰だ、竜見来い。かー中途半端、必勝を約束いたす。周遊かー、もうここは書くかだろう。こんだけ降ったのに空気読めんわ。もう書くか出ろよって言ってたようなもんなんですけどね。いやほんで各課が出んのやったら劉備出るよっていう話なんですけど、なんとなんと周遊ということでですね、まあこの周遊が当たりか外れかというのはですね、次回に持ち越しということになりました。はい、いかがだったでしょうか。僕の力では各課を救うことはできませんでした。大変申し訳ありません。今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。